Glima Spanky Radio Gloaming Nation 南信州松川観光まちづくりセンターの提供でお送りします。Welcome to Glima Spanky Radio. Glooming Nation. Glima Spanky Radio. Glooming Nation.FM 長野マジックアワーをお聞きの皆さん、新田さん、こんにちは。水曜日のこの時間は、グリムスパンキーレディオグローミングネーション。グリムスパンキーギターの亀本博樹と、ギターボーカルの松尾レミがお届けしていきます。ここは、長野の黄昏時に現れる私たちの架空の国、グローミングネーション。今日もここだけでしか聞けない話をたっぷりお届けしていきます。はい、いや本日はですね、まあ最近ね楽曲制作してるって話してましたんで、うん、まあレコーディングスタジオに今、ね、レコーディングいまして、はい、久々に一緒に収録してますね、うん、そうですね。だからねちょっと今日はテンションがいつもより高いかもね。こうそうですよ、うん、でそしてですね今月23日にはですね、我々、東京の、ね、トヨスピットで洋楽カバー限定のライブイベント、うん、これ珍しいですよ ね、なかなかね、まあ、ね最近ね来日公演が、なかなかできないというところで、うん、洋楽カバー限定のライブイベント明日にかける橋2022というものにですね、うん、出演します。はい、そうですね。なんかグリムスパンキー今までいろいろカバーしてきたので、まあ、その中で、まあ、その洋楽縛りっていうことで、今回のライブ曲を選んでみたので、初めてやる曲もあれば、おなじみのあの曲もあるって感じで選曲しました。そうだね、はい、ほんとまあ今まで自分たちがねやってきたねカバーソングとかをまあ中心にやっていこうかなと思うんですけどね。洋楽カバー結構やってます。まあ邦楽カバーもさ、まあ、番組でさめちゃくちゃやってるけど洋楽カバーもね結構やってますからね、うん、そうですね。出演者もあのみんな仲いい人たちだからとても楽しみですね。そうね、ロイさん、レイちゃん、レイさん、ミノくん、ミノさんねまあ、バンドのメンバーの、ねはい、人たちもそうですし、はいはい、とても楽しみですよ ね楽しみですね。ということで今日はグリムスパンキーによるカバーソング特集ということで、はい、まあ、私たちが音源化したものの中から、うん、かけていきたいと思います。はい、はい、1曲目なんですけど、これはですね何年前かな、 4,5 年前ぐらいかな、あのビートルズのカバーアルバムを作った企画の中で参加した楽曲ですね。そうですね、あの僕らが所属しているユニバーサルミュージックで、うん、日本のアーティストによるビートルズのカバートリビュートアルバムみたいなね、まあ、結構割と若いアーティストが多かったりして、うんうん、まあ、ベテランの方のね作品も過去に撮ったやつがメインか、ベテランの方々は、うん、だったりとか、まあ、僕らみたいに当時ね、僕らみたいに若かったアーティストの、うん、まあ、若いんですけどまだ、うん、当時僕らの若手のアーティストのカバー、新しく撮ったカバーとかも入ってるカバーコンピレーションみたいなね、うん、そうそこに我々なんと参加してね、はい、でなんかビートルズの中でまあ曲選んでいいよって言われたんですよ。そうそう、でまあ何をやろうかめちゃめちゃ迷ったんだけどクソ迷うよね、まあ、せっかくだったら自分がめっちゃ大好きでもう絶対このアレンジだったりとか、歌いたい、アレンジしたい、もういろいろ想像が膨らむって曲を選びました。ではまず聴いていただきましょう、ビートルズのカバーでグリムスパンキーでサージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド。お送りしているのはグリムスパンキーでビートルズのカバーサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドです。これさ私めっちゃ気に入っててさ、はいはい、これサブスクでは聞けないんだよね今。残念、マジで。もうさこれいろんなとこで本当はかけたいんですけど、すっごい気に入ってるからなかなかこう購入しないと聞けないっていう、まあそういう今となってはレア音源ですね。はい、はい、ぜひ皆さん、感想をお待ちしております。個人的にはサイケにマジカルに、できたと思います。これアナログシンセ、うん、モノフォニックのアナログシンセで弾いてんだよ、ね、実は、うんうん、なんかシンセ自分で弾いて入れたのとかなんかあんまやったことなかったから楽しかったですね。あとね馬の鳴き声入れたりとか爆発音入れたりとかいろいろそういうギミックを盛り込んでいて、であれだよ、フレーミングリップスのさ
あのビートルズのカバーアルバムがめちゃめちゃ大好きで、まあ、そういうノリで何かこうアレンジできたらいいなと思って作った楽曲です。そうだ、僕の声とかも入れたもんね。うん、笑い声ね。ちょっとこう悪魔なんだかピエロなんだかちょっと不気味な声が一番最後に入ってた。今それ再現してみようか。今それやってみようか、うん、はい、はい、素晴らしいですね。再現率すごいですね。ほぼ 100% 再現してる、はい、もうめっちゃ好きよ。はい、はい、で次の曲いっていいですか。うん、まあ、これはね、もうまあ、まずこれでしょってところがあるんで、うん、聞いていただこうかなと思います。グリムスパンキーでですね、ジャニス・ジョプリンのカバーです。ムーブオーバー。グリムスパンキーでジャニス・ジョプリンのカバームーブオーバーです。この楽曲はですね、実はなんでムーブオーバーを歌ったかというと、最初CM で依頼されたのがきっかけで、本当に自分が選んだ曲っていうよりかは一番最初にその車の CM で、歌うことになったっていうのがきっかけで、その後に自分たちでもカバーしようってことでレコーディングした音源になります。でもちろんルーツの自分の聴いてきた音楽だったり、もちろんジャニスも聴いてるし、音源も持ってるし、だから、つながるにはつながるんだけど、例えば歌い方だったりとか声の出し方だったりとかね、全然影響を受けてなかったんですよ。もちろん聴いてるけど、だけどなんか知らない間に、例えば多分ね、声が歪んでるからっていう理由だと思うんですけど、なんかジャニスっぽいとか勝手にこうみんなが言ってくれて、で、あ、なんかそういう聞き方もあるんだって、自分のその声の、うん、性格を、うん、一つこう知れた楽曲になりましたね。まあやっぱ女性のさ、ロックスターとしてこう一番こうアイコニックな存在だし、まあ、最初期女性ロックスターとして最初期、まあ、その後まあなんだろうな、ジョン・ジェットとか、あとスージー・クワトロとか、まあいるけど、やっぱりジャニス・ジョプリンって本当にさ、女性ロックスターの元祖。まあ、だからそういうさ、まあ、僕らもさ、ロックミュージックっていうのが自分たちの音楽の中での、まあ、超でかい軸、8割9割を占める軸なわけで、まあ、そういうさ、ジャンルの音楽やっててさ、やっぱジャニス・ジョプリンに比喩されるっていうのは、まあなんか僕はすごい光栄なことだし。そうだね、本当にね、うん、でもね、自分のことジャニスっぽいとか思ったこと未だに一度もないから不思議なんだよね、そうやって言ってみる。いや、だからそれだけジャニスの幅が、ギターめっちゃ上手いやつ大体10編だし。あ、確かに。そうそう、それに、そうだ、ね、だからエリック・クラプトンとかさ、やっぱそういう存在感だと思いますし、なこのね、アレンジ、もともとね、CM の方はライトっていうバンドの方々が演奏してて、それがね、すごいかっこよくて、なんかそれのライトさんがやってた要素と、あと自分の個人的な、自分だったらこうするって要素で、ね、うまく混ぜて私作りました。今聞くとすごい松尾さんの歌い方も演奏も初々しいけど、うん、そこがいいですね。そこがね、若さが出ていい。いや、いい、とても初々しい。はい、ということで、はい、思い出の楽曲です。本当に思い出が好きです、はい、ということで、後半はメッセージご紹介していきます。ラジオネーム松本氏のガッチャポンさん。グリムスパンキーの2人こんばんは。いつも楽しくラジオ聞いています。先日は新年初のレコーディングお疲れ様でした。新曲が早く聴けることを楽しみにしています。お二人がレコーディングやライブの時などにされているルーティーンや気持ちを高めるためにやっていることはありますか？ぜひ教えていただきたいです、ということで、松本氏のガッチャポンさん、ありがとうございます。ルーティン、あります？なんか
何ですか。じゃあギターソロ弾く前のなんか精神統一とか、うん、いや全然ないっす別に普通にやりますけど、レコーディングってさ何回やってもいいから、うん、別にそんなさ悪い言い方すると別にそんな集中してない。あ、うん、集中してないけど、なんかまあ割と集中ってよりかはリラックスして、うん、まあ、あとなんか自分の演奏だけじゃないしさやること、うんうん、まあ、なんかちゃんとこうなんか全体を考えるってことを意識するけど、うん、まあ、ライブっていうのは本当に集中力勝負だなと僕は思っていて、うん、だってミスが許されないっていうか、 その一瞬で過ぎるから。レコーディングだったら、あ間違えた、もう一回行きますでいいんだけど、うん、そこがない、やっぱレコーディングとライブの違いで、まあ、だから本当にライブの時の僕は緊張感はすごいですよ、うん、でルーティーンで言ったら、まあ、歯磨くとかかな僕、ね、すごいさっぱりするからすごい集中力が高まる。だからスースーするやつガーってやっていく、うんうんうん、いいですね。松尾さんは。私はですね、どっちも基本的に蒸気を吸うのは絶対蒸気を吸う。あとまあよくできるだけよく寝ることかな自然治癒力に全てをかけてます。あとは特にレコーディングの時はレコーディングの部屋、全部電気をつけておくっていう曲もあれば、それ楽しい気分だったりとかね、明るい気分で歌おうって時は例えば電気を全開にしたりで、ちょっとこう、なんて言うんだろう、家に入って心の中に入っていく曲は、電気をできるだけ消して、すごくこう曲の世界に入り込めるように自分の精神的なものを作っていったり、そういう感じはすごくこだわってますね。続いて諏訪市のオンさん、はい、長野県の風習、私の地元の辰野町ではどんぶやという行事があります。お盆の夕暮れ時に長袖軍手ヘルメット着用で集合、縄の先に直径30センチくらいの藁の塊がついていて、それに火をつけます。ボーボーと燃え盛る藁の塊をハンマー投げのようにブンブン回す儀式です。うん、子供がメインで参加する行事ですが、めちゃくちゃ燃えてるし暑いし怖すぎて私は一回も挑戦できませんでした。ネミさん、カミちゃんも南信出身ですが、どんぶやはありましたか。ないです。ないよね。な、辰野の方にはあるんだね。いや面白いね、なんだこの儀式。僕らはなかったっすよね、うん、はい、いやもう本当にどんど焼きとか、あと、うん、春のお祭りでさ、獅子舞が村中家を食べられるっていう、顔を食べられるっていうやつとかぐらいかな、うん、まあすごいね、諏訪市とかいろいろありそうですね、面白いの。ぜひ皆さんも自分の地域の特別なこうお祭りだったりとか風習だったりとかぜひ教えてください。はい、続いてラジオネーム兵庫県の、20代の方です。グリムスパンキー大ファンサナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。去年の11月のゼップナンバのライブに初めて行かせていただき、今まで以上にグリムスパンキーのかっこよさに心打たれ大好きになりました。最近運転している時もグリムスパンキーの曲を聴きながら運転を楽しんでいます。私のおすすめ曲は道化は吠えるです。テンション上げたい時に聴いたりしてます。これからも応援してます。グリムスパンキー大好きです。ということでお便りありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、運転している時にグリムスパンキー聴いてくれるのめっちゃ嬉しいね。嬉しいですし、なんかまあそういうリアクションくれる方がすごく多いなと思って、僕は嬉しいなと思っておりますね、うんうん、なあ、しかも道化を吠えるがおすすめ曲っていうのがいいね。私も好きです。まあライブで見たりとかなのか、うん、ライブ見ていただけるとね、なんか僕らの音楽ってよりはいいってなると思うんで、ライブ見ていただきたいですし、まあもっとそのライブにみんな来てもらうためにこう、うん、いい音源でこう、うん、みんなを呼び込めるようなもっとそうだな、クオリティを作っていきたいなと僕常日頃頑張っております。はい、本当にそう思っております。ぜひ、またライブに遊びに来てください。うん、来週も皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージをご紹介した方にはもれなく私がデザインしたグローミングネーションのオリジナルステッカーをプレゼントします。ご参加は FM 長野マジックアワーのホームページからお願いいたします。お相手はグリムスパンキーギターの亀本ひろきとギターボーカルの松尾レミでした。では最後に1曲松尾さん紹介お願いします。はい、では、サナさんが好きって言ってくれたこの曲聴いていただきたいと思います。グリムスパンキーで道化は吠える。排気ガスを撒き散らしてはやってくるんだ、三角のテントが開いて明かりが灯ればショーの始まり、すごい金だけ奪って逃げてく。
Radio Gloaming Nation。Magical is happening between us, it still feels natural. だんだん好きになるたび、だんじゅう。だんだん好きになるたび、だん好き。だんだん好きになるたび、ありがとう。だんだん好きになるたび、大好き。だんだん好きになるたび、だんだん好きになる松川の旅へ。Glima Spanky Radio, Gloaming Nation.南信州松川観光まちづくりセンターの提供でお送りしました。